81にはそんなにグールだった。どこにネジを置いた。オースティンにしてくれたことを聞いた。あの子の命を救ってくれた。だからボビーのことも手伝ってくれると思ってたけど、誰かにジェットをやめさせてもらわないと。あのことがあってから悪化してきてる。部屋から出てこないし、ずっとハイになってる。助けを借りないと死んでしまうかもってレイチェルに言われた。どうやって助ければいい。レイチェルに会うよう説得してほしい。ドラッグをやめる手助けをしてくれる治療薬をレイチェルが持ってる。もう薬をやめるのか死ぬのかどっちかっていう話になってきてる。あいつめ、どっちがいいのかはっきりしてほしい。大丈夫？医学のサポートが必要？中毒を治療する薬はあるのか？ええ、アディクトールは十分に供給できるよ。でも患者さんが使用をやめたくない場合、結局また使い始めることになるんだよ。アディクトールってなんだ？どういう効き目が？アディクトールは体にも精神にも効果があって、禁断症状も渇望感も除去できる。すごく効果があるんだよ。友達を連れてくれば治療してあげられるよ。カルビンは常にツールを探して、もし持ってたら。医者が必要ならオーサイスとレイチェルがメディカルセンターにいるわよ。応急処置をしてくれる。こんにちは、ボビー。ああ、外の人間か。ここのジェネレーターを任されてるだけだけど、何か用か。責任者なのか。そんなに驚くなよ。そうだ、任されてる。少なくともこのジェネレーターはな。細かいメンテナンスはほとんどカルビンがやってるが、何か修理が必要なものはあるか。カルビンに頼めばいい。中毒について聞かせてくれ。中毒？中毒なんかじゃない。ジェットをやめたくない？まあやめたいけど無理だ。こんな場所で仕事もあるのに。ジェットのおかげでなんとかやっていけてる。なんとかやっていけてるとは？俺は仕事ができない。オールドラスティが全部やってる。それにみんなに悪口を言われてるのは知ってる。それに労働時間だ。監督官に1日24時間待機するように言われてるし、ジェネレーターはいつも故障してる。もう無理だよ。治療を受けた方がいい、ボビー。レイチェルに会え。中毒から立ち直る手助けをしてくれる薬がある。治せるのか。ドラッグの依存を治す薬があるなんて知らなかった。そんなに簡単ならやってみる。今すぐ会いに行くよ。アディクトールって聞いたことあるか。薬物依存を治療するための薬さ。聞いたな。だ、名前の印象が強くて最強のドラッグか何かだと思ってたよ。金で買える薬の中で一番中毒性のありそうな名前だ。薬物依存を治療するための薬だとは全然知らなかった。どうしたらいいんだ。レイチェルがアディクトールを持ってる。禁断症状すら起こらない。なんだって。全く禁断症状が出ない。そんなに簡単ならやってみる。今すぐ会いに行くよ。メンテナンスの依頼はデルーカさんにお問い合わせください。注文を受けた順番に処理されます。最近はかなり忙しい日が続いているのか。その通りです。デルーカさんは私の時間を占有することを一生の仕事にしていますから。反応炉のメンテナンスを専門にしているだけではなく、今では彼の洗濯、お酒を取りに行くこと、そして彼の後片付けをしています。わからないな。彼はかなり自分勝手なように聞こえるが。馬鹿げています。デルーカさんは私に妹さんの世話をこまめに見させるようにしています。妹さんに関してはかなり気前がいいんです。連邦でピップボーイをつけるとは勇気があるんだな。未だに盗もうとする奴がいないなんて信じられんよ。やあ、ティナ。ボビーと話した？どうだった？どのくらいの間中毒だった？だいぶ悪い状態だったが。もう何年もだと思う。いつもあんなんじゃないんだけど、連絡を絶った途端一気に悪化した。うまくいった。レイチェルに会いに行ったよ。治療を受けてる。まさか本当にやってくれるなんて。もう終わり。
ドラッグもやめて、ディーラーもやめる。もう一度やり直す。この缶詰みたいな場所から一緒に出られるかも。本当にここを出たいのか？毎日そのことを考えてる。ここのいろんなことが落ち着いたらやっと出ていけるかも。本当に出たいなら一緒に来て手伝ってくれてもいいよ。新しいことが始まるのか。すごくいい感じ、仲間に入れて。ああそう、全く意味がわからない。レイチェル。おかえり。友達を連れてきた？ボビー・デルーカが薬物依存を治療するためにもうすぐやってくる。やめるよう説得できたの？よし、その人がついたらすぐに始めるよ。必要なサポートなしでは中毒を乗り越えるのは難しいんだよ。あなたみたいな友達がいてラッキーだね。ボビー、来てくれて嬉しいよ。薬をやめたい。助けてあげられるけど、まず信頼してもらわないといけないんだ。それって痛いのか？アディクトールが効いている間、数時間は落ち着かなくなるかもしれない。でもその後は今まで感じたことがないくらいいい気分になるよ。正直に言ってくれてありがとな。よし、心の準備ができた。連れてきてくれてありがとう。あとは任せて。何か必要になったらいつでも会いに来て。